アル・アハリ SC 通称、アル・アハリ・ドーハは、カタールのドーハに本拠地を置く、サッカークラブである。設立は1950年と、現存するカタール国内のサッカークラブの中では、国内最長の歴史を持つ。1950年に、相当アル・アラブと呼ばれる、別のクラブの創設者によって、アル・ナジャイス C という名前で設立された。創設者グループの一人であるナジム・サードが、 クラブの初代会長に就任した。設立当初は、バラハット・アルジュフェアリに位置する月額70、インドルピーで借りられた住宅が、クラブの本部として活用された。1972年、アルナジャイス C は、ドーハの別クラブと合併し、現在の名前であるアルアハリエス C に改称した。最初の理事会は8人のメンバーで結成され、クラブカラーは、正式に緑と白に決定された。 翌1973年には、当時ペレが在籍していたサントス FC を招いての親善試合が開催された。1983から84シーズン、クラブはカタールの他のすべてのスポーツクラブと同様に近代的なトレーニングとレクリエーション施設を備えた新しい本部に移転した。90年代初頭、クラブ史上初めてカタール2部に降格した。 クラブは若返りを図り、ユースチーム出身の選手を多く起用したが、準優勝に終わった。国内カップ戦のアミールカップでは設立以来4度の優勝を経験しているなし。ありがとうございます。